中学生までは野球部に所属していて、でそれがやはり僕は歌舞伎役者としてお稽古であったり舞台に出たりっていうことがすごく多くなってきまして、中学校2年生ぐらいの頃からですね。そうなるとどうしても団体競技が練習に出れなかったり試合に出れなかったりってことが難しくなってきて、その時にちょうど18代目の勘三郎のおじがゴルフが大好きで、まあ、父もやってましたし、やったことないからちょっとやってみようかなっていうことで、で始めたのがきっかけで、中学校2年生から健保し始めて、でも3年生になったらもうゴルフが自分の中で大好きになって、それからもう中学2年生から高校また大学とずっとゴルフ部でゴルフをやってきましたね。歌舞伎以外で本気になれたっていうかいうのがゴルフが初めてだったので、僕は本名国夫って言うんですけど、国夫ゴルフ部なんでしょ、楽なんでしょっていうことをずっと言われて、でもゴルフって学生だと重いクラブを持って、でこういうリュックみたいになるキャリーバッグを持って、練習だったら朝からハーフ回って朝ごはん食べてワンラウンドして、また最後午後回れるとこまで回るんであったり、ぜいぜいして打ったりっていうことはすごく嫌だったので、そういうことを学校始まる前に友達と朝走ったりっていうこともすごくしていて、案外ゴルフってすごくて、そういうスポーツをやってるんだぞっていうところをもっとみんなに知ってほしくて、それでもっともっとゴルフにハマっていったんだと思いますね。なかなかその一日丸一日お休みってことがどうしてもねなくて、で最近編み出したのはナイターゴルフに行くっていうのを編み出して、千葉県の方に、僕結構ゴルフ場のティーグラウンドに立って、こう大の字に立ってこう股の下がこうやって見るんですよ。そうすると打ち下ろしのホールとかだとすっごい綺麗に見えるんですよ。だそういう景色とかもすごい好きで、ゴルフをできるってことはやっぱテンションが上がるので、なるべく行きたいですね。息抜きみたいな、やはり僕なんてまだまだ駆け出しの歌舞伎役者ですし、まだまだ勉強することがたくさんある中で、父でもちろん父であり僕は父師匠ですから、他の先輩方もどうしても歌舞伎座で会うとすごくその緊張して気持ちが張り詰めた状態でお芝居の話をしたり、普段の世間話でも気持ちが張り詰めた状態でお話することが多いんですけど、やっぱりゴルフに行くとすごく気持ちも緊張が安らいで、やはり目上で尊敬してて喋りづらい先輩であってもゴルフに一緒に行くとすごく心気やすく喋ることができたりもするので、そういう点ではすごく自分の中のリラックスであったり息抜きになってますね。父と母はもともと僕が生まれる前までは結婚して2人でずっとゴルフをやっていて、なんですけどうちはどうしても男が3人ですから、僕と福之助と歌之助が生まれてから母がゴルフから1回遠ざかりました。子育てが大変で、襲名が終わったら母ももう1回ゴルフをやりたいっていうふうに言ってるんで、家族がちょっと5人なので、まあ、3人2人で回ったり、まあ、僕の多分お嫁さんが来て一緒に家族で旅行行ってゴルフしてっていうのはすごくそういうのは楽しみですね。ちなみにご家族でどなたが一番好きですか？僕です。いや、っていうのは分かんないですけど。